こんにちは、りょうです。ついに500人という大台に達しました。1月から始めて早5ヶ月、しみじみ YouTuber という職業が本当に大変なんだということを実感しています。一番大変な思いをしているのはカメラマンさんです。カメラマンは私を撮影中崖から転落しそうになったり、安倍の生命の撮影の際は私が車ごと崖から転落しそうになったところを命がけで助けてくれました。本当に常に体を張って頑張ってくれています。編集さんも毎日編集に追われています。私もきちんとそれに応えて喋れるように頑張っていきたいと思います。そしていつもたくさんのコメントに励まされています。勉強になることや気づかされることがたくさんあり、いろいろと学ばさせてもらっています。それと私が声かけで登録してくださった方もたくさんいて、心より感謝しています。よければ周りの方に私のチャンネルを紹介していただけると嬉しいです。インスタグラムも見に来てくださる方がいて本当に嬉しく思っています。登録者数1000人を達成したら、ちゃんとできるかわからないんですけど YouTube 初生配信をやってみたいと思っています。今後も撮影スケジュールがかなり混み合っている状況ですが頑張ります。もしかすると初コラボのお話もあるかもしれないので、そうなれるといいなと思っています。スタッフ一同全力で頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。とことんやるぞ。もう一つ、私が教えているダンス教室でまたたくさんプレゼントをいただきました。その中でこちら、サッキーカ究極、これをちょっと食べてみたいと思います。ありがとうございます。他にも、いろんなお菓子や辛いラーメンとかもいただいたんですけど、イカの匂い、あ、カレー、あ、カレー、ごめんなさい、辛い、辛い、辛い、これ辛い、嘘じゃないですよ。入れた瞬間辛いですよ。前食べたお菓子の、前動画見てくれた方いるかもしれないんですけど、お菓子のランキングがあったじゃないですか。あの中に入れて考えると辛さレベル10のうち7ぐらい辛いです。あーこれ想像以上に辛くて痛辛い感じでした。完食したいと思います。ありがとうございました。他のもいっぱい食べます。ありがとうございます。ありがとう。